皆さんこんにちは。若手歯科医師、衛生士向けいろはにほへとマルハの田中です。院例形成今回で5回目でしょうか。今回はですね、皆さんが苦手だとおっしゃるデュラシールに関して説明していきたいと思います。デュラシールですね、このような形でこの後液がありまして、ディスポ用の筆このような形でありまして、こちらが可動だとします。今回は隣接面にこのような形で削ってる、小臼歯5番のですね、院例形成になりますね。じゃあここのところでデュラシールをしていくって際にですね、一番重要なのはこの隣接面の間にデュラシールをうまく入れる。で、私がよくやる方法は、まずはこんな形で小さいダマではなく、ある程度大きなダマを作ります。そうしましたら、まず一番初めに入れるのは咬合面でなく隣接面です。こんな感じで隣接面に入れます。で、その後足りない部分の咬合面にデュラシールを持ってきます。で、デュラシールなんですけども、院例形成をして歯髄に近いところまで例えば削ってた場合、ガチガチガチって噛んだ時に高いと刺激がガチガチガチっていってしまいますよね。なのでこのデュラシールに関してはできればですね、あまり噛ませない、それがポイントになります。噛ませてしまいますと、そこのところで痛い痛い痛いっていうような形になりますので、できれば噛ませないのがポイントなので、量に関しても皆さん多ければ多いほどいいんじゃなくて、できれば少なければ少ないほどちょうどいいっていう形になってきますので、あまり多めのデュラシールを入れたりしないようにしてください。よろしいでしょうか。はい、じゃあ今日のまとめです。デュラシール、皆さんが苦手なデュラシールなんですけども、ポイントは隣接面から入れて交互面、そしてデュラシールの量はできれば少ない方がベストです。はい、ありがとうございました。